はいそれでは、えー、と最後ですね、えー、1の5、尿の一般的正常について、えー、解説していきたいと思います。教科書は14ページからになります。はいでえー、まずあの尿の一般的正常ですが、えーまあ、尿量、外観、混濁、周期、 あと、えーまあ、pH 比重について、えー、解説をそれぞれ順番にしていきたいと思います。まずあの、尿量についてですね。これは教科書14ページに、えー、記載されている部分ですので、まあ、それと合わせてみてください。えー、とまずあの、尿量について、えー、1日の尿量ってどれぐらいかっていうと、まあ、男性でいうと、 1500ミリリットル、まあ、女性1200ミリリットルぐらいになります。大体これぐらい1日は排泄されます。で1回の排,排尿量、これはもちろんそのどれぐらい水飲んだとかにも当然よりますが、まあ、200から400ミリリットルぐらいになります。 で、えー、3番目、この夜間尿量はまあ通常、この昼間の3分の1から4分の1ぐらいに、まあ、量は減りますと。で、えーまあ、これらがまあ正常の状態ですが、まあ尿がまあ多尿の場合ですね、えー、まあ大体多尿っていうと1日2000ミリリットルぐらい排泄される場合を多、まあ、尿と言います。で えーまあ、当然、あの水分を過剰に摂取した健康な方でも当然あの、えー、2000ミリ以上排泄されますが、排尿されますが、えーまあ、ある種の、まあ、糖尿病とかこの尿崩症、まあ、こういった病気で、えーまあ、尿量が増えると、まあ、そういう病気もあります。でまず、糖尿病の場合っていうのは尿が増えるんですが、まあ、多尿でさらに抗非重尿になります、糖がたくさん含まれますので。 で一方、この尿崩症の場合はですね、尿多尿で、えー、低非重尿になります、まあ。ここの違いがありますね。でえーまあ、糖尿病の場合、この多尿・高非重尿で、えーまあ、これはあの代謝異常のために、えー、たくさんの水分を摂取するので、まあ、多尿になりますとで。一方、尿崩症の場合は、これはあのバソプレシンの合成または作用障害。 によって水の再吸収が不良になるので、まあ、そのため尿量が増えるということになります。で次、防尿ですね。でえーまあ、これはあのちょっと教科書と数値が若干違いますが、えーまあ、私が調べた資料だとまあこの500ミリ以下、まあ、教科書だと400ミリ以下あと記載されていますねで。これぐらいまあ尿量が減ると。 でまあ、要因としては健康な方でもあの、まあ、生理的な状態によって当然、あの尿量が減っていきますね。えーとまあ、摂取する水分が少ないとか、えーまあ、運動でたくさん汗をかいたあと、嘔吐下痢で、えー、水分をたくさん失った、えー、あと、まあ、このよう病,態になります病気になりますが胸、まあ、水とか腹水あと、浮、ま、腫、あ、などで、まあ、水が溜まっている場合。 体の中に水が溜まっている場合、あとはまあ心不全で腎血流があまあ減少したときとか、えー、急性腎炎、ネフローゼ症候群など,、ま、などであの腎機能が低下した場合、排泄される尿が減ると。はいでえー、まあ尿量の,この無尿のところですね。無尿というのはあの、まあ、尿量はゼロではないんですが、1日排泄される尿はこの100ミリ以下。 ですね、ほとんど尿があの排泄できないような状態を、まあ、無尿と言ってますね。でこれはあの重,重度な腎炎とかネフローゼ症候群、尿毒症、えー、鉛、えー、水銀、ヒ素のようなこの金属中毒の場合は、まあ、尿が全然出てこなくなってしまいますと、まあ、そういう場合ですね。はい、で次にあの尿の外観についての特徴ですね。 えーまあ、それぞれ、えーまあ、この色が書いてますが、えーとまあ、外観についてはですね、教科書の15ページですね、色調っていうところですね、であの表の2の1の3も、その色調と、あと、まあ、いろんなあの原因とかあが、まあ、書いてますね。でまあ、代表的なものをちょっとスライドに出してますが、まずあの、炭黄色、炭黄褐色、まあ、これはあの健康な方の、まあ、尿の色になります。 でまあ、なぜ黄色いのかというと、まあ、これは尿細管で再生産生されるウロクロムというまあ色素ですね。まあ、ビリルビンから確かできるはずなんですが、まあ、これの色素によって、えー、まあ尿が黄色くなってますと。で次、えー、尿があの赤い色を示した場合ですね。えー、これはあの血尿とかヘモグロビン尿、ミオグロビン尿、ポルフィリン尿。 あと、まあ、PSP っていう腎機能検査があるんですが、まあ、そういった場合も赤い尿を示しますで、まあ、赤い尿を示した場合、まあ、どういう原因かっていうのを鑑、まあ、別する必要があるんですが、まあ、これはまた血尿のところであの解説したいと思いますで次あの茶色く尿が茶色くなった場合これは、まあ、ビリルビン尿とかウロビリン尿の場合こういう色を呈しますと で次、あの暗褐色や、まあ、黒色がちょっと強いという場合は、このメラニン尿とかアルカプトン尿が、まあ、原因です。あと、乳白色とか白濁する場合は、この脂肪尿、乳鼻尿、あと、まあ、こういったあの塩類とか、う、まあ、海があるとか、細菌尿とか、まあ、こういった場合、まあ、白濁しますと。 で、えー、まあ、次、あの尿のその混濁についてですね、これは教科書の16ページ、17ページに、えー、まああのいろいろ写真がありますので、まあ、それも合わせて皆さん見てください。で、えー、皆さん、尿って自分の尿を混濁しているのを見たことありますかあの実際、あの再尿あのの排泄したばっかりの尿は、あの 綺麗な無色透明無色、無色じゃないですけど、オーカ色であの透明な尿になりますが、それはあの時間経って置いておくとあの、混濁する場合があるんですよね。でそれがあの、まあ、病的な場合と,、えーとまあ、異常な場合、もともとすぐ排泄されてた尿も、まあ、病気の場合、混濁している場合も当然ありますが、まあ、その混濁の原因ですね。あの 食べ物由来でも当然あの、まあ、尿が混濁してきたりしますので、まあ、その混濁の原因がま病的なものなのか、まあ、正常な場合なのか、あまあそれを鑑別する必要がありますと。でまず、混濁尿の原因ですね、まあ、主にこの5つ記載していますが、えー、ま脳尿、細菌尿の場合、当然尿路感染症とか、まあ、窒分、泌物の混入がま原因としてありますと。 混濁、まあ尿,えー、尿の原因として、まあ、血尿の場合ですね、まあ。これは赤く当然なります。まあ、これは、えーまあ、腎臓とか泌尿器系にどこかに出血があると。で次あの、脂肪尿。これはネ、ね、フローゼ症候群や、まあ、塗り薬などを塗っている場合、混、ま、濁、あ、したりする場合があります。でちょっと似て似て,て、このに、まあ、乳鼻尿、まあ。これはあの寄生虫症の,このフィラリア症とかですね。 あと、リンパ管が破裂したような場合だと、乳美容のまあ尿を示しますと。で、健康な方でまあ多いのは、この縁類とか結晶ですね。で、異常な結晶とかも当然ありますが、えー、まあ健康な方で多いのは、この尿酸塩ですね。これはあの、よく見ると、ピンク、遠心したりとかすると、ピンク色の円のが赤質、沈殿してきます。 でこれはあの肉とか動物性の食品をたくさん食べたとかプリン体の代謝異常とかあとまあ、室温とか冷所であの放置した場合もあのこういう結晶が出てきたりする場合があります。はい、でその他、リン酸塩とか炭酸塩のまあ塩類も積出してきたりして、まあ、それでまあ混濁の原因になったりします。 えーまあ、尿路感染症、アルカローシス、あとまあというか、まあ、こういった病態でも、まあ、こういった血症があ尿中に出やすくなったりしますと。はい、で次、この,あの混濁尿の鑑別について、えーまあ、どうやって鑑別していけばいいかについて解説をしていきます。 でこれはあの教科書の17ページの下の図に、あの混濁尿の鑑別法というまあ図がありますが、ちょっとこの図とは若干手順が違うんですが、まあ、ちょっと解説していきたいと思います。で、この混濁尿がまず、あのー、あったらですね、まあ、この混濁の原因を調べるために、まず加温するか、まず10%の水酸化ナトリウムをま添加します。 でそうすると、混濁が消える場合と消えない場合があります。で消えた場合は何が原因かというと、これはあの尿酸塩、えー、になります。混濁した原因が、まあ、尿酸塩だったということになります。でこのあの混濁尿が水酸化ナトリウムどを加えても混濁が消えない、混濁したまま、えー、その場合次何をするかというと、3から5%の酢酸,酸を してくださいでそれによって、えー、気泡を発生させながらその混濁が消える気泡なしで混濁が消えるまた混濁するとまた混濁しているとで。この気泡を発生させながら混濁が消えた場合はこの炭酸塩が原因になりますで一方あの、えー、と気泡を伴わないで、えー、混濁が消えた場合これはリン酸塩になります 酢酸的化で混濁が消えない場合、まだ混濁している場合、次は10%の塩酸を適化してください。で、強酸性にして、混濁が消えた場合、この集酸カルシウムが原因となります。で、それでもまだ混濁が消え,えー、と消えない場合っていうのは、ちょっと塩類ではない可能性があるので、次にアルコールエーテルを適化しますと。 でそれで、あの、混濁が消失した場合は、脂肪尿が原因。で、まだ混濁している場合、これは何かの細胞化、細菌化になりますので、えー、この延伸をしてください。1500rpm5 分ぐらい延伸して、えー、その上積みと沈殿をよく見てくださいと。で、上積みが透明な場合は、これはあの細胞成分になりますと。 でえーまあ、この延伸によって細胞があの沈殿になってその上積みがまあ透明になったと。まあ、だからまあ混濁の原因はまあ細胞がたくさん尿中に排泄されていたと。でこの延伸をして上積みがまだ濁っている状態、混濁している状態、まあ、この原因はまあ細菌尿がまあ原因となります。細、ま、菌、あ、はこの延伸の条件ではあの沈殿してこないということで、あのまあ延伸しても 情勢がまだ濁っているという場合は、まあ、細菌尿がまあ原因と、まあ、こういう鑑別の仕方になります。で、まあ、これに関係するあの国家試験の問題が出題されています。はいえー、53回目、えー、混濁尿を加温したが透明にならず、3%酢酸を加えると気泡を出して透明になった。まあ、つまり、えーと、ここですね。これですね。 なので、まあ、原因は炭酸塩の4番が答えになります。